山中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始、狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。関羽の動きは間違いなく劉備の漢中侵攻に呼応したものだ。まさかとは思ったが、曹操殿が狙ってこの状況を作り出したとは。いやはや、これでは軍師の立つ瀬がないね。のんきなことを言っている時ではない。ここで関羽を撃たねば燕の死が無駄になる。おそらく残された時間は少ない。何としても関羽の首を毛徳に見せねばならん。ははなるほど、話は大体読めた。それで危ない賭けに出たわけか。漢中からの応援を待とうかとも思ったが、悠長にしてもいられないようだ。劉備がこちらの意図に気づく前に全てを終わらせねばならん。補給が終わった者から順次慶州へ向かえ。承知いたした。すでに曹仁殿らが先行なさったとのこと。拙者もすぐに追いかけ申す。待っていろ毛徳、関羽は俺が必ず討ち果たしてくれる。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。へい、いらっしゃい。毎度どうも。兵らの報告を集めた。すでに慶州のほとんどが関羽に制されたよう。軍神関羽、なんという勢いか。かの者を巨匠へと向かわせるわけにはいかぬ。なんとしても繁盛で奴を食い止めねば。ええ、全くもって曹仁殿のおっしゃる通りなのですが、この宮城で参っている彼らをどうまとめたものでしょうね。なぜ報徳が先方なんだ。先行はそれなりにあるようだが、新参者ではないか。奴のいとこも元の主である馬長も今は劉備に仕えてるとか。我らを関羽に引き渡すつもりではないのか。なるほど、あり得る話だ。
援助を扱っていた幸運は関羽と通じ民の反乱を煽っていると聞く。おそらくは奴も。不平や賛意を口にし陣中を乱すか。その行いが厳罰に値すると知っていよう。右近殿、しかしこたびの宝徳殿の抜擢には不安がある。これではとても軍神と戦うなど。口を慎め。残言で軍旗を乱すならばこの場で処罰する。なんと、お許しくだされ。待たれよ右近殿。諸将らの言はもっとも。それがしはまだ曹操殿に仕えて日が浅い。先方を任せるに心が置けぬのはどう。されど曹操殿はそれがしに関羽討伐を託される。またこの戦は花公園殿が関羽討伐ひいては乱世平定のため命を懸けて用意されたものなれば、それがしもここを死地と思い定め戦う所存。宝徳殿、すまない。貴殿の覚悟を知らず無礼を申し上げた。必ずや繁盛を守り抜き、この戦に勝とうぞ。感謝する。我らもろともに軍神関羽を討たぬ。さすがは右近殿と宝徳殿だ。不平不満を逆手に取ってくすぶっていた彼らの闘志に火をつけるとは。先ほど援軍を手配した。義水艦から巨匠へ抜ける道はしばらく封鎖できよう。右近殿、かたじけない。これで後方は気にせず繁盛に集中できる。状況はお世辞にも良いとは言えないものです。ですが三国の均衡を破るには何としても関羽は討たねばなりません。それは乱世平定を掲げる殿の本懐にも通じます。うん、味方を助けつつ繁盛へ攻め来る関羽を倒す。いざ我ら慶州を守る鉄壁の盾とならん。まず繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。関羽は我らを防ぐべく前線にいる様子。厳しい戦況だが何としても勝たねば。体勢を取るのだ。行きますわ。なぜ遠いか。葬儀への反乱に加担せぬならお前も撃つ。だが従軍との合流が果たせぬ。行きますわ。
企むべきではなかった。黙って宗神殿に従っていれば。助かった。礼を申しますと。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。おお、素晴らしいご活躍。お見事、見せつけてくれますな。従えぬ。山賊と手を組んででも反旗を翻さん。高温の反乱は鎮圧しましたが、呼応していた民は抵抗を続けています。このままではまた大きな乱になります。急ぎ民の不満を解消すべきかと。オラ、本当は戦なんて嫌なんです。許してください。ありがとうございます。ほら、もう武器は捨てます。このままじゃ暮らしが成り立たねえ。俺らの生活のことも考えてくれるだか。おっしゃるなら、もう一度信じてみるだか。大それたことをしちまった。今からでも謝れば許してもらえますか。ああ、よかった。二度とこんなことはいたしません。
俺一人だけ抵抗をやめるわけにはいかねえ。それとも皆を説得してくれるんですかい。本当ですか。だったらこんなおっかないことはやめだ。そっちが力づくならこっちだって勝負だ。こらなんだバカにしやがって。こうなりゃ意地を見せてやるな。もう一度皆様を信じてみます。どうかよろしくお願いいたします。高温に降下した領民たちが降伏。これで反乱は完全に鎮圧できた。繁盛での戦に集中できるわ。うまくいったようです。困難ではありませんわ。皆の規範となるようこれからも精進せよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。褒美をもらって暴れられるとは最高だ。思いっきりやってやるぜ。道理も志もなく棒を振るうだけの俗名、厳正に処罰する。これじゃ割に合わねえ。聞くぞ、やってられるか。今はこの喜びをかみしめましょう。その勢い誰にも止められますまい。
の一部が壊れかかっている模様。川が氾濫し水が溢れれば被害が出る。すぐに修理した方が良さそうだ。承知しました。修理に取り掛かります。精進せよ。ここまで来れば大丈夫です。ありがとうございました。修理しました。よくやってくれた。これで安心して攻めることができよう。うまくいったようです。こんな困難ではありませんわ。お見事、見せつけてくれますな。Yep.
ここで防御態勢を取るのだ。肝心を奪い返されるわけにはいかぬ。艦運長参る。皆の規範となるようこれからも精進せよ。行くぞ。兵器で木の連中をなぎ倒してやる。敵ながら見事。ここは官兵に任せ体勢を立て直さん。今は引くしかあるまい。義の盛況さ侮りがたし。策を考えれば。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事、見せつけてくれますな。総人様より伝令、ウリンの両毛殿に援軍を要請すべしとのこと。五軍を動かせれば我らの勝利は確実。どうかよろしくお願いします。援軍については承知した。悪いがリクソンにも話を伝えておいてくれ。リクソンは深夜方面に布陣している。手間をかけるがよろしく頼む。援軍の件、両毛殿は承諾されたのですね。それなら私に依存はありません。急ぎ出撃準備に取り掛かりましょう。リョモ殿にその旨お伝えいただけますか。
リクソンも準備を始めたか。それなら問題はあるまい。命約に従い援軍を差し向ける。使者の務めご苦労であったな。孫悟の両方殿より伝令、繁盛へ向け援軍を送ったとのこと。お役に向いたか。これで少しは戦いやすくなろう。うまくいったようです。困難ではありませんわ。よくやった。お前の治癒日々磨かれているな。決して何者にも抜かせはせぬぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。寛平殿のため、ひいては親分のためだ。幕城を奪い立ってやるぜ。幕城は繁盛奪還の刀、奪われるわけにはいかん。敵の痛いところをついて狙うはあの地だ。行くぞ。一つ勝負といっぱい。いきますわ。いきますわ。お前白一つ落とせねえのかよ。親分の顔を出したら負けてくるぜ。敵将打ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。お見事な腕前、それがしも習いましょう。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。私がいただきましたわ。
綱領には兵器が配置されている。味方を進軍させる前に無力化したいところだ。よし、先行して兵器を焼き払ってしまおう。まずは敵に気をつけつつ配置を確認しようか。攻め込むだけでも大事なのに、今剛に後ろから攻められたりしたら。まさか敵はそれを狙って。この戦、本当に勝ち目はあるのだろうか。何者だ、魏軍の密偵か。貴様、魏の将か。敵がのこのこと何をしに来た。もしや降伏を勧めに来たのか。従ったら魏は受け入れてくれると。しかし、お前の一存では決まるまい。他の将もそう思っているのか。そうか。何かあればお前も口添えしてくれるか。ここまで一人で乗り込んでくる胆力、お前の弦なら信じられそうだ。吉田に頼む。これよりそちらを手助けする。どうかよろしく頼む。皆の信頼を勝ち取るためにも精一杯働かせてもらおう。うまくいったようです。困難ではありませんわ。よくやってくれました。兵器の位置は把握した。それじゃ一気に火をかけてくれ。兵器に火が。これではもう役に立たぬ。困難ではありませんわ。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。
で防御態勢を取るのだ。バン殿が出るまでもない。義の進軍、俺が止めてやろう。何の備えもないと思ったか。今だ、皆かかれ。お見事な腕前、それがしも習いましょう。深く、深く、カンペ殿、申し訳ない。今はこの喜びをかみしめましょう。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。進め進め、我らが。へい、いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちし、馬がご入り用で。またお待ちしてます。馬がご入り用で。またお待ちしてます。馬がご入り用で。拙者も軍神の子、ここは引けぬ。皆気を抜くな。父上より託された繁盛を死守するんだ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。
拙者が相手だ。さあ勝負してもらおう。行きますわ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。感情を守りきれなかった。だがここで終わりではない。敵をあえて引いたようにも見える。ひとまず城は奪回できたか。敵将討ち取りましたわ。皆の規範となるよう我からも精進せよ。何の音だ。これはいかん。直ちに退避せよ。班長が終わりだ。ご報告します。報徳将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも報徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。報徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。不分足、投降を申し入れる。何を。願わくは我が機か全ての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです。おじけづかれたのですか。軍において上官の命令は絶対だ。方便は認めん。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。無駄るにせよ。軍旗は乱すな。